伯爵家の新しい邸宅として、第四代ローズベリー伯爵によって建てられた、ダルメニーハウス第四代ローズベリー伯爵、アーチボルド・ジョン・プリムローズは、イギリスの貴族。アザミ君章君爵士、数コモ門館、王立教会フェロー。スコットランド貴族である、第三代ローズベリー伯爵、ニール・プリムローズの長男として、 スコットランドリンリスゴーシャー州にあるバーンボーグル城で生まれたケンブリッジ大学ペンブルックカレッジで学び1804年に学位を取得1819年には同大学から名誉法学博士号を授与された1805年からコーンウォール州ヘルストン選挙区選出の1806年から翌1807年まで ティッペラリー県下、シェル選挙区選出のホイッ等所属庶民院議員。1814年に父親が死去したため借位を相続し、第4代ローズベリー伯爵となる。1818 18年、1820年、1826年の3度に、渡って、スコットランドの貴族代表議員として、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の、 貴族院議員を務めた後、1828年に連合王国貴族カウンティオブ保育党員として彼は、1832年の第一回選挙法改正を支持していた。また1843年に林立合社党官に任じられ、1863年まで在職した。1831年に水コモン官に列せられ、1840年に アザミ勲章を受訓。1819年には王立教会フェローに選出されている。ロンドンのピカデリーで1868年に死去し、爵位は孫のダルメニー教、アーチボルド・プリム・ローズに継承された。ローズベリーは二度結婚している。最初の妻である初代ラドナー伯爵ウィリアム・ブーベリーの孫、ハリエット・ブーベリーとは1808年5月20日に、 ロンドンのメリルボーンで結婚した。彼女との間に、次男事情を設けた。1815年にハリエットと離婚した後、1819年8月12日に、初代アンソン主爵トマス・アンソンの娘アンマーガレット・アンソンと再婚した。彼女との間には事情を設けた。ありがとうございます。